今日はね、本当ね、皆さんにこうやって集まっていただきました軍団ということで、皆さんね、まあ、お集まりいただいて、まあ、いろいろ、まあね、あのショーに関してもほぼほぼ27、8年、はい、草野球ね、神様で始まってから、で、脇田ももうほぼ30年になりますよね、お付き合いが、ね、お付き合いですよね、はい、で、遠藤ももう32、3年、で、郡もまあだから脇田と一緒だから、それぐらい、はい、で、KG はまあ、言ったら、あの地獄の8期とはいえ、高校3年の時だから、はい、ほぼ24年、大宮広島、はい、そのでここは地獄の8期、さらにここは4期、花の4期ですから、そうですね、で森三中、インパルス、ロバートと同期ですから、まあ、長い皆さんね、アホマイルと同期、アホマイルどこそ、あのアホマイル、まあもうちょっと皆さんにちょっと言わないといけないこと、まあ、言っておきたいことがあります。ちょっと待って、ご飯に悪いことがあります、はい、ですか、言います。この度ね、私山本圭一結婚します。あれだって遠藤さんのことを好きみたいな。そうですよ、はい、まだ遠藤さんの、あのジェームス・ディーンみたいな写真がまだ未だにジェームス・ディーンみたいな写真はまだあります。あります。ちゃんと寝室に置いてありますし、そういうのあるんですけど、この度、11月22日いい夫婦やばい、ほんとっすか、やばい、ほんまですか、はい、やばい、てか、相手、そうです、相手です、そうです、相手取れる、モテないや、みんな、なかなか直接的すぎるけど、ヤマさんモテない、モテないです、モテないはずで、だってヤマさんモテないはずですよね、そんなモテないはずですよね、とかってやめてください。この方です、はい、西野美紀さんです。マジっすか、ちょっと待って、あのトークしちゃったの、違う聞こえてたってことですか、え、ほんまに聞こえてましたって、いや、本当です、本当です、年の差とか、あれ、まあ、そういうのもいきなりそういうのやめてください。ちょっと本当ですか、ちょっとマジで、こんな綺麗な方と、だって出てませんやん、2人、そうですよ、ケーションチャンネル、まあまあ、ケーションチャンネルでもいろいろ出てるのは出てるんですけど、ほんまね、はい、いつから付き合ってるんですか、そうそう、そういうことですよね、いつから付き合ってるんですか、何が知りたいんですか、いやだって、今までいろいろ山さん見てきて、はい、長めに付き合った方もいるじゃないですか、長めに、まあね、それでも結婚には至らなかった、だから結構短めなんじゃないですか、付き合った、まあ、短めとは言いながらも、まあ遠藤さんとか淳とか翔とかもちょっとお食事の場に来たみたいな、いや結構来てたの、まだそのうちでも結構、でもそれはその時の雰囲気っていうのは、まあ共演者で時間あったからっていう、まあ可愛がってる後輩かなみたいな、そうです、そうです、じゃあマジで今リアルのこの時点で僕ら大丈夫ですか、淳は2日前、あ、へー、席入れようと思ってます。早いな。なんか話がちょっと滞ってるんで相談
乗ってくださいみたいな話じゃなかったし、いやいや、そうだそうだったそうですよね、で、だからその時は、その時はそうです、そうです、いい夫婦の日にそんなの嫌いな人じゃなかったでしたっけ、いや、本当そう、あんま好きじゃない、そういうのねそしたらなんかいろいろいや、もうベタ中のベタですけどね、ベタ中のベタで、まさかの、だから加藤浩二は7月7日、我々は11月22日みたいな、加藤さんって7月7日7日は七夕ボーイですね、そんなの嫌いそうなのになあの人、意外とやりますね、意外とやるんですよ、あれは僕らドラムを揃って、ただそれもときめきボーイズですねこれも私が言ったわけじゃないしに、いやいやいや、まあ西野さんからの提案だったとしても突っ張ねるかなと思って、そのなんかいい夫婦の日とか嫌だよって言いそうじゃない、いや言いましたよ、忘れられないですよね、いい夫婦の日はなんかバカにしてんのかいい夫婦の日バカにしてんのよ、いい夫婦の日が毎年出るじゃないですか、いい夫婦の日に入籍する人出るじゃないですか、いっぱいいるから、俺今まではバカにしてきてましたけど、もう今年からできないです来年からかな、来年からできない、今年からにしてくれ、今年からできないです、まあでもいや、よかったです、そうか、いや、今知って男子は今日この日来れなくて、そうですね、今日だから本当はここにと思ったけど、ここがダメだからちょっとどっかっつったらそこ行けるっつったら早めにパッて、ええの、いや、ちょっと早めに、いや、すいません、いや、おとろおとろ、いや、そういうことです、ええの、いや、姉さん、姉さん、何も喋ってないんで、姉さんですから、まあ、姉さん、姉さん、根本、ええのですよね、ええのやな、もう前ええのって、まだ何も喋ってないですか、じゃあ俺も喋りすぎる、ほんまやな、みっちゃん、あ、そうですね、でも、すみません、ちょっとやっぱこうプロいないんで、ちょっと俺あの友達呼んでいいですか、誰、井上浩三電話して、いやいやそっちのプロ中のプロはやめてください、でももうあの人現役やめた、なるほどね、もうあの人今の連絡先だじゃないですか、そう、今今確かに、誰誰、庄司さんに、庄司のり子さん、あー庄司のり子さん、なんで庄司のり子さん、お前感じがせんといけないよ、え、すげえ、でもまあまあ、めでたいですよね、いや、そうですけど、本当だったら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 、これでここまで来て、すみません、嘘でしたらもうないでしょ、いや、でもあるね、山口さん、信じられない、そうそう、自分がいます、それは過去にやられてるんですよ、山口さん、それこそもう随分僕も歴長いで30年の歴なんで、もうちょっと古い話になりますけど、今からそれこそ、それも20年ぐらい前ですけど、恵比寿でね、なんかたまたま2人でもう毎日一緒にいるときに、たまたまその当時その CD を出された某有名歌手、安室奈美恵さんなんですけど、安室奈美恵さんのポスターを見て多分思いついたのね、遠藤も絶対言うなよ、どうしようマジっすか、どういうことですか、すげえこと細かくなんか詳細を言ってくれて、それから半年ぐらい経って全くどうでもいい日の時に急に車の横で遠藤、はい、あれ嘘なるやん、あ、そうでしょ、何のこと、何のこと終わったんやん、え、何すかそれ、あれ何すか、いや、あの、あれ嘘だから、え、いや、何がですか、いやいや、あの歌姫ってのはあれ嘘だった、はぁ、いや、そういうのもあるから、そういうのもあるんですよ、今後とも皆さん本当にお願いします、いやいや、本当にお願いします、おめでとうございます、おめでとうございます、すごい、またしっかり別で担当にやらせてもらって、はい、じゃあ、そうは一旦あのね、はあ、ちょっと謝らないといけないな、何なんですか、いや、ほんと、もうほんと謝らないといけないです、もうママには、
いやもう謝ってほしいことだらけですけど本当に言うなら、いやもう本当にだってさ、世の中が結婚してるって勘違いするのも、はい、本当で言ったら謝ってほしい、はい、だってそうやん。何何ですか。いや何、11月22日入籍します。それはママじゃございません。本当に申し訳ない、ママじゃないです。今日来てもらってます。おーい。石野美希です。やっばちょっと待って、ちょっと待って、ごめんね、ちょっと待って、ごめん、ちょっと待って、ごめん、ちょっと待って、知っとるわ。もう西野さんと知っとるわ。あの、11月22日はい、私が決めた日。え、せいのさんが決めたの。入籍時にってまんまそれに住んだの。あなたたちバカなんじゃないの。ほんとバカなの。まあまあ西野もまあもう西野の希望っすよ。え、西野の希望っすよ。私が11月22日にしようって。あ、そどこにで寒いと思ったんだよ。なんでよ。あ、ごめんなさい。でもまあいっぱいできるやんか、企画が。いい夫婦の日で毎年できるやんか。夫婦のコンテンツを。はい、ありがとうございます。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 楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。本当に子供たち変わってますよ。5個ぐらい、あなた20個ぐらい下の女呼び出して誰選ぶかみたいな、なんかあの喜び組みたいなことして気持ち悪いですよ、あれ。私は西野が大好きなの。ほいほいほい、嬉しいですね。え、これね、私も初めは知らなかったの。何にも知らないの、うん、まあそれそうよ、はい、驚き。だから本来ならばここの今日の日は、うん、驚く、何よ、うん、振られた、私が振られた、あママが振られたじゃない、何よそんなぐらいの感じになると思ったけど、うん、私はね気づいちゃったの。まあね。で、まあそうそうそう、で、聞いたら答えてくれたりもしたから、うん、知ってたの、私も実は。よく黙ってましたね。黙ってるよ、そら誰にも言ってない、一人にも言ってない、私。ゴゴスマでは言ってないですか。ゴゴスマで言うわけないでしょ、そんな。サンジャポでもお前言うわけないでしょ。サンジャポなんて言ったらすぐ出るだろ。運動家の前に言う、もう誰にも言ってない、うん、もう本当に誰にも言ってないんだから。でもさ、全然結婚もしないしさ、うん、どうなってんのやろうと思ってさ、うん、心配だから私は西野が振ったんやと思ってたの、慶長のこと。ああ、うん、進展しないか。そう、こっちは全然違った。まだまだ大好きで、うんうん、聞いて、うん、だって山さんのことだから、こうそういうね、思いは固まったけど、いろいろ進まないんだろうなと思って、なんか今日は重い背中押すかと思いながら来たんです。でももうその通りでした。動かないでしょ。全然動かないで、うん、結構最近このこの本当一週間前ぐらい、一週間ぐらい、そう、そんないい子いな、ありがとう。いえ、そんなことない。本当に嬉しいよ。もう本当ですか。いつでも捨てていいからね、調子こいたらいつでも捨ててやっていいからね。本当だよ、この人は本当調子乗るところがあるのよ、うん、あのまずは西野ね、はいはい、あのと一緒に入れるのが嬉しいっていうところから始まったと思うの、このおじさん ね、はい、でも今いるのが当たり前ってなって、次は結婚したら何でもするのが当たり前ってなって、あぐらをかき出すの、この男はきっと。いや、そんなことです。料理も私の方が作ってますから。確かに、そうか、うん、ちゃんとだから何にも我慢しなくていいから、うん、それでもうありがとうございます。いやいや、そんなことないです。そんなことございます。もう私はこんなさ、別にさ、うん、若けりゃいいって話でもない、若い、ね、女の子だったらいいっていうのはさ、こういう私たち世代の人にもさ、あれ、その若けりゃいいのみたいな
感じやから、うん、あんまりそういう言い方はあれだけど、本当に未来があるさ、うん、こんな若くて可愛い子、キャリアだってこれからも積んでいけるでしょ、うん、で恋愛だっていろんな人と付き合えるっていける中で、まあね、まあザエなんて本当に心の底から好きになってんだよ、うん、私はそれがすごいなと思ってさ、だから本当は驚いた方がいいの、分かってんの、何にも知らん体で行った方がいいと思うんだよ、うんうんうん、そっち迷ったんだけど、私はやっぱこの方興奮とを伝えたいのよ、そう、それでいいんじゃないですか、そう、うん、こんないい人を捕まえて絶対話したらダメだし、いやいや、それは分かってますよ、あれはほんのいい子やし、うん、いないのよ、で、バラエティで超可能性がある子だけど、一緒になって人生捧げてくれんでしょ、あなたに、そういうことになりますよ、それは、ね、ありがとうございます、じゃああなたは絶対にこの子のキャリアをね、キャリアを犠牲じゃないけど、なんであなたがそんな感じにならないといけないので私は本当に分かってほしくて、それも分かってほしい、分かってます、からあとはケイちゃんがそういう人を見つけた喜びもあるんですけど、うん、もう今となっては西野が本当にケイちゃんのこと大好きで、もうこれから未来があってさ、だからそれを無駄にしないで全部いいようになるように、ちょっと幸せにしてあげてくださいっていう、ママに、西野のママになっちゃうっていうことを、私はそれを伝えたくて、ちょっと知らないふりはちょっと今できず熱くなっちゃったんだけど、いいです、それはいいですよ、それはね、でも丈夫でよく、まあうん、本当に、うんうん、人望があってあったかく私のことも大きく包んでくれて、本当にファミリーのボスだけど、彼女は大変かもしれない、そうね、うん、はい、奥さんはね、確かに奥さん、あ、いい夫婦のいい夫婦のいい夫婦のさ、そうです、来週そうやばいね、で結婚式するの、まあいつか、いつかというか、まあ来年どっかでかなと思って、まあちょっといろんなものをね、いやーね、もうそういう動画撮ったの、二人のなんかこうどういう感じなの、撮ってないです、撮ってないです、別に何にもね、どういう、あ、どういう流れで、うわ、やばい、緊張が結婚するよね、これさ、そうなんです、だからしかも11月22日にしたらって言ったんでしょ、そうなの、誕生日にしようとしてるから、そしたらさ、緊張の誕生日祝うのとさ、うん、夫婦のあれがさ、企画が1日になっちゃってさ、大喧嘩しちゃうじゃん、ちゃんと分けてさ、夫婦は夫婦、緊張の誕生日誕生日でさ、やった方が楽しいじゃん、1個にしなくていいじゃんって言ってたら22になったんですよ、でもすごいことがあって、あの20 11月22日は山本さんと初めて会った日だった、4年前の11月4年前ね、4年前で仕事で、うん、初めて共演したのが22日だった、だからそれでよかったんです、あーすごい、すごいじゃん、末永くよろしくお願いします、はい、お願いします、それ報告でした、こちらこそ、ね、みんな驚いてた、みんな驚いてた、みんな驚いてた、みんな驚いてました、うわー、嘘だと思って、証拠見せてってめっちゃ言われました、なんか証拠になるもんないんすか、証拠、今証拠に、分かる、あ、あら、検事分かるよ、そう、例えば指輪とかね、そういうことです、あ、マジ、わわわわわ、いやいやいや、ほんまに、だから、どんな証拠、あーやーそれは知らなかったのこれ、あ、ごめん、知ってる、これ知ってる、全部知ってるやん、ねえ、見てても嬉しい、私ね、本当にね、鼻になるかと思ってたのよ、鼻にだって時間がさ、すごいかかってたし、かかってたって、付き合ってまだ1年も経ってなくて結婚だよ、そうだけど、当初、初めの方から知ってたから、うんうんうん、もっと早く結婚すると思ったの、いろんな反対があったりするかもしれないとかさ、うん、なんか振られると思ったのよ、ケイチョンが、ケイチョンが、うん、まあ、西野がケイチョンマジックから冷めて、あ、なるほど、ケイチョン楽しさから、え、楽しさから冷めて、ケイチョンこの人楽しいけどあれみたいな、もうあんまり実はもうなんかすげえ普通のおじさんだなって気づく日が来るんじゃないのかと、やっぱね、一緒にいたら当たり前になるじゃない、まあ、そうかそうか、そうね、でもよかった、嬉しい、いやいや、もう本当そういうことになりました、はい、
でも西野の方が好きなんだよ話聞いて。その子そうだよ、それがまたいいの。なるほど。ほら嬉しいね、結婚できるのが嬉しいんでしょ。恥ずかしいです。結婚できるのが嬉しいんでしょ。嬉しいのよ西野は。早く早くしたかった、ね、可愛くない。おじさんだよ、ケイちゃんだよ。おじさんです本当によかったよね、大好きだよ。ケイちゃんに恋してんの、すごいね。すごくない。中身をきちんと見て、ほんで大人なんだよ。どっちが西野に決まってんでしょ。俺でしょそれは。俺だろそれ。32個も上なんですけど。もうだ、もう何にも大人になってる。まんま慶長の私出会った時から1ミリも変わってないんです。あなたも大概変わってませんよ。そんなことない。私なんか超お姉さんで大人になったんだから。だからさ、私さ黙ってないとダメじゃん。だからさ、ママっていうのとかもさ、このどうしていくんやろみたいな、ママじゃないじゃん、ママいるじゃんと思って。まあ、ママじゃないんじゃない、まだ。そっか、ママにはなってない。あ、そうだね、はい、妻、確かに、うん、妻だ。ママ、妻、松です。だからいいじゃん。お前がなんで入ってくるんだよ。すいません。ママ、妻、松ってお前それはすごい入りたがるよ。なんで入ってくるんだよ。関係に、はい、山、山、松、妻、松。絶対さ、西野のこと好きやったよな。そう、好きじゃないと使わないですからね。え、じゃあ私のことも好きなの。好きじゃない。好き好き。あ簡単な感じで流した感じで。私は、はい、婚姻届にサインをしたいと思います。はい、したいっていうか承認ですね。人生初の、はい、承認、婚姻届の承認。ちょっと私やってみたかったんですよ、これを、うん、承認っていうのを、はい、この日本当におめでとうございます。本当にこんな日が来るとは、本当の思いも。そうですね、いつか来てほしいな。私も本当、まさか承認の欄に、まあ、遠藤さんにしていただくとはね、ちょっと思ってもいませんでした。僕の結婚の時、うん、僕2回してるんですけど、はい、2回目の今の奥さんの時は山本さんに書いていただいて、はい、私が選んだサリナさんにしても遠藤さんにしても、はい、バツが1回ついているコンビなんですよね、これが。だからバツ1コンビに書いてもらうっていうのは、まあ、縁起は縁起というか、まあでもね、サリナさんと遠藤さん2人にお願いしたっていうのも、これも何かのご縁だと思うんですけど、2人とも同じ誕生日なんですよね。そうなんですよ、遠藤さんと私同じ誕生日。すごい、すごくない。はい、すごいです。これね、今サリナさんにも書いてもらったんですもんね。はい、くしくも僕同じ誕生日。そう、すごい。7月13日そんなのありますか。でサリナの息子のリオとは俺と同じ誕生日。223、はい。そして遠藤さんのところ、うちの長男と奥様西野さんが4月4日生まれ一緒。そんなある。いやちょっと緊張しますっていうか、婚姻届がまずピンクで初めて見たんです、うん、そうなんですよ。これもね、まあ、緑か茶色か、もね、持ってきた。緑も茶色もサインしたことあるけど、どっちがどっちがどうやったか忘れて。サインは慣れてるんで、これなんかゼクシーっていう結婚の結婚雑誌、結婚雑誌、結婚雑誌にこれがあるって、まあ、私はそんな詳しくないから、うん、私は茶色だとばっかり思ってたんですよ、うん。これがある。緑が離婚ですか、結婚が茶色か。もうこれが緑の紙はもう本当にいらないんでね。あ、そうか、はい、緑があれだったんだ。緑が、あの、こっちの。あ、はい、そうか、はい、サリナさんは茶と緑どっちあったかもう忘れてたみたいです。あ、緑だったと僕は記憶してます。押すよ、どうぞ、はい。もう私承認になったからね、なったからねっていうか、もうずっと見てるからね、二人のことを。これからも、はい、これまでも、ええ、何日の任せて、はい、もし、うん、調子に乗ったり、はい、あぐらをかいたり、はい、サボったり、はい、そういうことがあってすげえ腹立つけど、私言えないなっていう時は私が代わりに締めに行くから、お願いします。任せて、はい、そのハンコやから、お願いします。お任せを、おしまーうわー、見届けるよ。いい、結婚するんだね、あなたたち。するんだね、はい、お幸せに。
はい、書かせていただきました。とんでもないです、とんでもないです。本当におめでとうございます。本当におめでとうございます。あの田中さんの方にはまだ言ってないですけど、あ、まだ言ってないですか。田中さんには言ってないです。田中さん言うの忘れた。田中さん、加藤さんには言ったんですけど、そりゃそうでしょうね。加藤さんと田中さんも同じ誕生日じゃないですか。そうなんです、426でね、これ同じ誕生日くくりが多すぎますね、周りに。すごいなあ。もしもし、すいません、すいません、ごめんなさい、今だ電話大丈夫？大丈夫よ。周り誰もおれへん？あ、遠藤さん、あ、遠藤だよ、田中さん。あ、すみません、遠藤さんって言ってしまいました。田中さんですね。田中さんにね、ご報告を私しようと思ってたんですよ。どうされましたか？あのね、実は、明日11月22日にね、あの、私、山本圭一、入籍することになりました。おめでとうございます。いや、おめでたいね、おめでたい、ほんまにおめでたい。おめでとうございます。入籍です。今後とも、もし、うちの西野美希に会うようなことがあったら、はい、可愛がってやってください。もちろんでございます。はい、これからもくれぐれもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ご一報ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。とんでもないです。はい、よろしくです。ごめんね、そういうことでした。自己紹介を。はい、西野美希です。え、本当？本当？本当です。ちょっと待って、ほんまに本当です。年の差がびっくり、みたいな。まさか自分の娘がそんな年の差の人と結婚するっていうのはもう本当に絶対 100% ないと思ったから。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしく。